深読みジャパン木曜日のコメンテーターは政治アナリスト伊藤敦夫さんですこのニュースをまずお伝えします安倍総理改ざんはあってはならない毎日新聞のウェブ版からです学校法人森友学園への国有地売却に関する財務省の公文書改ざん問題をめぐり自殺した財務省近畿財務局の職員の遺書に 当時の佐川信久理財局長の指示だったと記されていたことに関し安倍総理大臣は昨日大変痛ましい出来事で本当に胸が痛む改めてご冥福をお祈りしたいと語りましたその上で財務省麻生大臣のもとで事実を徹底的に明らかにしたが改ざんは二度とあってはならず今後もしっかりと適正に対応していくと述べました えー、昨日発売の週刊文春で12ページにわたりまして、えー、元財務省職員である赤木俊夫さんの手記、はいえー、があ公表されたということで昨日でも国会でももちろん取り上げられて、はい、まあ安倍総理、このように、えー、答弁しています、まあ、財務省は特に再調査をするということではどうやらないということなんですが、はい、一方、えー、赤木俊夫さんの奥様が、えー、今回、裁判を、まあ、起こすということで、はいえー、まあ 今後の展開、果たして裁判がどのような形になっていくのか、うんえー、そして佐川元理財局長が、えー、証人として出廷するのかどうか、うん、まだちょっと分かりませんが、うんえー、厚生さん、今回のこと、えー、どのようにご覧になってますか。まあ,あの、激しい怒りが改めて湧き上がってきたっていう感じですね、遺書ですから、その遺書の中に嘘なんか入ってるはずがないですよね、命がけの文章ですからね。 でその文章を読むこととかからすすると、まあ、状況証拠ででしかないんですけどねあの要するに全ての指示は佐川当時の理財局長から出たっていうのは伝聞証拠ですから、まあ、もしかしたらそれ佐川氏の方は否定するかもしれない私は知らなかったって相変わらず言うかもしれませんただトータルとして一つだけはっきりしている事実はこの改ざん問題に,によって一人の人の命が、まあ、自らたったということですけれども。 失われてしまったっていいうことことれは動かし難い事実ですよねでそれに対して安倍総理は胸が痛むっておっしゃいましたけど原点たどるとあの総理自身の2017年の2月の段階で私や妻が関係したということが、えー、明らかになれば議員も辞めるという発言え時系列的に言うとあるいは状況証拠的に言うとそこが全ての原点だったような気がしますね。 で私この問題だけじゃなくてというか逆に言うとつまり忖度の原点がここにあるような気がするんですね。それ以降の加計学園問題もそう桜を見る会もそうそれから検察庁の人事の問題もそうみんな政権の意思なのか意図なのかなの意意なななかかかか図指示りませんそれを受けた官僚側が忖度をしねじ曲げ 隠蔽し改ざんをし、何とかその官邸の意思を実現させようということで、公正公平であるべきその行政をですね,ね。捻じ曲げてきているような気がして、仕方がないんですね。その原点がここにあるような気がする。だから、まず財務省は。あの、これまでの調査報告書との中身は大して違いがないとかですね。言うんではなくて。 えー、現実に佐川氏が指示を出したかな出さなかったかというのは報告書の中では詳細に記載されていないわけですからもう1回事情聴取をするなり、まあ、もっと簡単に言えば昨日、二席のしだったかもしれませんけどあの佐川さんは国会で証人官文に出てきた時にです、ね、刑事訴追をされる恐れがあるんでということで50数回証言を拒否しているわけでしょ、はい、もうその訴追刑事訴追の恐れがないわけですから今、民事に移っているわけですからもう1回国会や呼べばいいじゃないですか。 一番簡単な話ですよもう一つ言うとやっぱり心が痛むって安倍さんがおっしゃるんであれば公務員その部下の公務員の皆さんに対して忖度は絶対してはいけない公正公平な行政をやりなさいっていう強い指示を何で出さないんですかそれがやっぱり一番今の安倍さんにとってやれることではないかなと僕は思うんですけどね。 えー、では木曜日恒例の伊藤敦夫さんの川竜です似てきたね悪夢と呼んだ政権にプラスアルファ似てきたね <got> 悪夢と呼んだ政権にプラスアルファ、はい、まあ今新型コロナウイルス対策にまあ。 宿泊されているであろう現安倍政権ではありますがええー、まあ貢献検事長の定年延長問題もそうだし桜の問題も、えー、皆さん国会ではまだ追及は続いています、はい、えー、その中での答弁を聞いていてもえってそれはないでしょって答弁が相変わらず続いている中で <laughs>、うん、あのこれ圧穂さんね今コロナ疲れとか、はい、コロナストレスって言葉がキーワードとして上がってきていますけど、はい、あの いわゆるその安倍政権疲れ、うん、安倍政権ストレスが野党、うん、はもちろんそうでしょうけど、うん、与党内にもなんか出てきてんじゃないかって言われている中で、うん、似たよううな政権がそうですねはいあの先週の、うん、水曜日だったんですか,、えー、11日ですから東日本大震災から丸9年。 ということでまあ、えー、ニュース番組等でも散々取り上げられたんですけれどもあのその中で僕はあの日のことをふっと思い出しましてねあの日あの僕はあの実はフジテレビの夕方のニュース番組「スーパーニュース」という番組に呼ばれてたんですね、はい、でその準備をしている段階であの震災地震が起きたで一応もちろんその局までは行きました、うん、行きましたがもちろん番組は飛びましたでその日僕は何のテーマで呼ばれてたんだろうって思い出すとですね、うん やっぱり当時の民主党政権、菅政権うん菅総理大臣がこう世論の厳しい批判を浴びてですねもうすぐにでも総辞職するんじゃないかという状況の中でその件について呼ばれてたんですよ。うんえー、当時あの菅さん菅総理は当時の菅総理は唐突にその税と社会保障の一体改革つまり消費税の増税をいきなり言い出したん えーりですね、あるいはあの外国人からの献金が発覚したり、うん、それからそのちょっと前には尖閣での,あの中国漁船の衝突事件が起きてそれの処理についてものすごく激しい批判が起きたりして、うんえー、確かね内閣の支持率はもう20%台に落ちてたんですね。はい、で、えー、辞任はもう時間の問題だっていう,う状況だったんですよ。ところがあの大震災が起きた菅さんの辞任どころじゃなくなりましたよね。 で結局菅政権はその後もまも、あ、要するに震災あるいは原発事故が一定の落ち着きを見せる、えー、確かあの年2011年の9月まで政権が延命をしたんですね、まあ、その後やめたわけですけれどももしあの大震災がなければ菅政権はもっと早くに倒れていたかもしれません。で一方今やっぱりあの世界が 新型コロナウイルスの問題で大変な危機的な状況にあるまだ収束の時期も見出せない皆さんも非常に不安感を、ね、感じて過ごされていると思うんですけれどもその中でこう世論調査のデータを見てるとおやと思うことがあって最近各種の世論調査を見てるとこの安倍政権の支持率が横ばいか微増になってるんですね、はい、いずれも。で一方で言うと初動の遅れだとか後手後手だとか まあ、唐突な休校要請であるとかさまざまな問題にこの問題に対する対応で加えて言うと安倍政権は、えー、コロナの問題が起きる前までは、まあ、盛りかけの火種がまだ残ってるし今また再燃してますけどね森友の問題は桜を見る会の問題ではどんどん追い詰められている。 えから検察庁の人事に対してもですね激しい批判が世論から巻き起こっているという状況の中であのかなり安倍政権厳しい状況にね追い込まれつつあったと思うんですよ支持率もだん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 下がっていたしまあそれでも30%だよね維持してはいましたけれどもね。にもかかわらずなんでその支持率が今のところ下がらないのかなと。 え考えるとおそ、まあ、らく、まあ、こんな時に総理帰るなんてとんでもないと、うんえー、いろいろあるけど今はそんなこと言ってる場合じゃないよとで政権が文句もあるけど、まあ、そこそこやってんじゃないのっていう、うん、なんかそういう思いがね皆さんの中にあってこれがその数字にこう現れてるんではないかなという気がするんですけれども安倍総理にしてみるとこれすごく嫌な言い方なんですけどこの新型コロナウイルスの問題が起きたことによってこう客観的に見てるんですよ 桜を見る会などの、まあ、本人にまつわるいろんなあの疑問批判とりあえず抑え込まれてるってことはこ事実だろうと思うんですね。えー、んなこと考えてないとにかくコロナ対策一本だっておそらくおっしゃると思いますけどもただ客観的に見るとあの皆さんはそちらの方にねものすごい関心を持っている当然のことですけど、えー、というのは事実だと思うんですね。たただじゃあじゃあ桜見るる会のの問題が消えてしまったのかあるいは 今回、まあ、冒頭で今日ねあのお話をしたようにその森友問題に関する赤木さんという方の自殺の問題、えー、これがなくなってしまったのかそんなことはないですねですから、まあ、いつになるか分かりませんが、まあ、一刻も早いということを願ってるんですけどコロナの問題新型コロナウイルスが収束をするという段階になった場合におそらくやっぱりまたこの桜の問題とか森友の問題とか検察人だとか。 これはもう一回あのスポットライトを浴びる脚光を浴びる、えー、おそらくことになるだろうとましてあのもし平時であれば今回明らかになった赤見さんというね近畿財務局の職員の方の自殺の問題これ普通に考えたらね普通の平時の時だったら政権吹っ飛びますよ人の命が失われてるわけですからねただまあ もう一,つ言うと一方であの安倍政権がこれまで固まい支持をある程度こう維持し続けてきた中心軸になっていたのが何かというと景気経済ですよね、えー、いわゆるアベノミクスそれに対する期待感は、まあ、はっきり言って今回の問題で完全に吹き飛びました株価もねどんどん下がってますしねで先日あの自民党の両院議員総会が開かれた時に、まあ、まず第1根を上に会見なんていうのは相変わらず乗っかってましたけれども まああの自民党の人なんかと話しても誰ももうこの政権の中でこの任期の安倍さんの自民党総裁の任期の中で会見できるのんで誰も思ってません。そうなるとなんかこうもしこの問題が収束した段階でふっとみんなが立ち止まった時にさっき冒頭で國村さんがおっしゃったようにもう疲れたよこの政権っていうねムードがもしかしたら一挙に高まるかもしれない。 えー、安倍さんが何度も繰り返しているその悪夢のような民主党政権、うん、その象徴的な存在はまあ菅政権だとしたらですねなんか似てきたなと状況的にね、うんうん、なんかそんな気があの最近非常にこう強くしてましてね、はいえー、まあ一部ではその安倍さんこのままだと任期満了まで解散打てないんじゃないかでそういえばねだいぶ前に このえー、安倍さんが総裁参戦した直後ぐらいかな安倍さんに非常に近い人と話をしていて解散・総選挙どうなのって言ったらうん任期いっぱいまでないかもしれないねってことをポロッと言ったのをふっと思い出したんですね、うん、だからまあ任総裁任期来年の9月までです、まあ、そこまで持つのか、うん、もっと手前なのか例えば東京オリンピックがどうなるかにもよりますね。 中にはあの東京オリンピックがもし中止になればその空白の時間帯ができるからそこで解散・総選挙を打つんじゃないかみたいなことを言う人がいますけど可能性してはほとととんんどそななことはありえないと思い思ますだって7月の段階でコロナウイルスの問題が収束しているかどうかもまだわからないわけですから収束してたとしてもそれから改めてこの政権の対応に対する検証も始まります。 それから今言ったように合わせて桜を見る会であるとか森友問題であるとか検察人事の問題がもう一度脚光を浴びることになるそんな状況の中で解散・総選挙なんか打って何の意味があるのかと、うん、いうことになりますからズルズルいっちゃう可能性とその手前で誰かと交代する可能性つまり来年の任期いっぱいっていうのは9月なんですねで衆議院の任期って来年の10月なんですよ。うんと だからざるを得ないわけでしょ、うん、そうすると自民党の皆さんって自分の選挙一番大事ですから「ちょっと待てよ」とこのまま行ったら「の任期満了選挙やられて俺負けるかもしれないぞ」うんえー、じゃあ岸田さんがいいのか石破さんがいいのか誰がいいのかみたいな話がもう実は腹の中では自民党の皆さんの中で随分動き始めてるっていうのは事実だと思うんですね。で いずれにしてもも一刻も早くコロナの問題が収束してほししい。収束したら改めてこの政権についてきちっとやっぱで、もう一つ、えー、今日はあの別の話題にも触れておきたいんですけど最近,あのあ最近ちょっと私怒ってばっかりますけど今日もなんか非常に怒りを感じていることが一つあってですね、これは先週の土曜日の、えー、安倍総理の2回目の会見見ていた時です。 1>, あのー、1回目が2月の29日ですかで1回目については、まあ、トータルでわずか35分質問は5問のみでその5問は1問を除くとかな事前に官邸が中身を聞いた上で想定問答書を作っていたと安倍総理自身が35分のうちの19分間にわたってプロンプターっていうね現行投影機っていうんですかあれを読みまくってただけというのがあって。 えで江川翔子さんが「まだ質問があります」と声を上げてるにもかかわらず安倍さんはさっさと退席してしまったそれは報道官が「もうここまで」ってやったからですでそれに対して非常にこう強い批判が出たでえ先週のまあ14日のですね会見えどこまで反省し学習しえ方針転換をきちっと図ったかなと思って僕は見てたんですけども確かに時間はあの35分から52分に伸びました。 で伸びました、えー、で安倍総理自身も以前前,前回に比べは少し自分の言葉も交えてあの話をされてたような気がします、えー、中身については具体性はなかったんですけどねただ問題だったのはこの会見を、まあ、1回目も2回目の葬式を仕切っていた長谷川さんという報道内閣報道官ですそもそもね記者この記者会見って記者会主催なんですよ 記者会の側が主催なのに、なんで官邸側が仕切るのかっていうのがね、まず素朴な疑問なんですけどね。まあ、慣例なんでしょうけどね。で、僕はやっぱりこの報道官の視線にね、ものすごく腹が立ったんですよ。まずね、当初は記者会に対してこの報道官は会見は20分ですって言ってきてるわけです。で、記者会の方が冗談じゃねえと押し返したら、しぶしぶ、じゃあ,あの前回よりは長くということに一応落ち着いたと。 で、えー、会見が始まりまりした8問目だったかなの段階でこの長谷川さんって方はいきなり「これで終わり、うん、質問打ち切ります」と言ったそれに対して、まあ、前回記者会も実は批判言ってたんですね「おとなしく言うこと聞いちゃって」みたいな、うん、でそれに記者会が激しく反発した、うん、じゃあもう1問ということで9問目までいったそれで「これで終わりです」とまたやったそれに対して記者会がまた反発をした、うん、そしたら安倍さんが「まあいいじゃないか」って言った「まあいいじゃないかって何?うん」とは思いますけどね、うん で結果的に12問に全部なったわけですけれどもこの報道官って何考えてんんだろうと私は思ったんですね、うん、あの前にも申し上げたように官邸官僚という言葉がありますけれども、うん、この長谷川さんという報道官は経済産業省出身から来てる方です。ところが、えー、ずっと官邸にいる中で経産省なんかもう視野の外に置いて。 官邸ををを守守守るるるる政権総理それ一点に集中してしててまってる気がするんですねなんでそんなに度々打ち切ろうとしてるのか僕はちょっと半分冗談ですけど、うん、あ安倍さんにフリートークさせたら危ないと思ってるのかなこの人はと思っちゃったんですけど、はい、いやそれは分かりませんけどね。だからこういう連中が結果的に森友の問題もそう桜を見る会もそう忖度を連発をしてですね。で えー、行政をある意味ねじ曲げていくで彼らは見てるのは官邸ですから国民なんか全く見てない国民が今どんな不安な状況にいるのか、えー、どういうその会見を開いて総理にどういうあのメッセージを発信してもらえば少しでも国民に寄り添えるのかそれを考えるのが本来役人の仕事じゃないですか。全く逆やってるわけですよね。 えー、普通だったらやっぱり総理を支えるっていうのはむしろ逆に総理今日の会見はもうエンドレスにしましょうと、ね、あの大変でしょうけどぜひお願いしますとで質問に対してはエンドレスで答えてくださいと、うんえー、何か答えが詰まった時には我々はすぐサポートしますからってそれが国民のねあの不安感を少しでも除去する一番いい方法ですからって。 説得するののが本来国家公務員役人の仕事だと思うんですよねむしろ逆を打っていたっていうのがすごく不愉快だし一連のこう流れ見てみると官邸官僚って今官邸に入っている官僚だけじゃなくていわゆる内閣,内閣人事局制度の対象になっている幹部クラス約600人この人たちがみんな議事官邸官僚になっちゃってる気がするんですよね。 例えば検察の人事なんか見たって「あ官邸の守護神」って言われるようになると、えー、法律を無理やりねじ曲げてでも延長してくれるんだな任期は。うん、で見ちゃいますよみんな。うん、そうすれば官邸には絶対下がらない方がいい総理の意向に沿ったものを先回りして忖度してやってあげようそこには国民に対する目線って一切ないですよね。 でこういう状況がどん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 重なっていくことに対して非常に私は腹立たしさとですね不信感と不安感これ日本の,その国家の運営って一体このままいったらどうなってしまうんだろうっていうですねものすすごいあの不安感感じますねと今の淳生さんの話聞いていたら自ら命を絶たれた元財務省職員の、うん。 赤木敏夫さんが今回の手記あるいは遺書などに残している言葉で私が唯一契約しているのは国民のみだっていうふうに言ってるそう,そういう現場のね、うん、あるいはあの若い公務員の皆さんはものすごく頑張っている人いっぱいいると思いますよ。うん、だけれどもなんか上の方の連中がですね、うん、なんでみんな揃ういも揃って例えば隠蔽とか、えー、虚偽答弁だとか改ざんだとか。 そういう法律の解釈のねじ曲げだとか、そういうことを本当にあの自分の心の中で納得してやってんのかなってなんか疑問に感じますよね。あの関税権はあの松さん今日お話になっていた通り、はい、その後の関税権っていうのはもう足並みは乱れて。はいはい 本来は別の閣僚が発言するところを菅さんがいいとこ取りして、うん、その閣僚が涙流れに起こったっていうのもありましたけども見てられませんでしたよねそうですねだからこういう状況、まあかあの日本大なった時もそうなんですけどそういう時こそやっぱり政権のの力量ってていうががもろに見えてくるる感じがすすんですねで今の官邸を見ていてもこれはあの別に私が中に入って見て,見てるわけじゃないですけど。 いろんな官邸に関与している複数の皆さん議員もいれば、えー、記者の皆さんもいるみんな今の官邸はコントロール機能が失われていると、うん、バラバラになっちゃってるよっていうねものすごくみんな心配の声を上げてます。これはそう,そうあのー 例えば一斉休校の話も、はい、あるあの菅官房長官、はい、あとは加藤厚労大臣、萩生田文科大臣、はいえー、もう知らされずに、今井さん、今井総理補佐官と一緒に決めた、2、はい、二人で決まったっていう話について、はい、まあいろんな声があります、はい、それはもう最小限でやらないとことは動かないんだという話ももちろん、うん、まあそれも納得できるところもある、うん、でもちょっと待てよと。 その時にその相談しないで決めた後のことにどんだけ力量発揮できるかっていうことでいうと大困難したわけですよねあ,あの迅速に対応しなきゃいけないっていうのはわかるんですよわかるんですけれども同時並行的にそういうそのまあかなりその思い切った判断をした時には当然副作用があるわけですから、うん、その副作用を考慮に入れてそれに対する対応もある程度腹積もりとしてもっと、うん 決断をしななきゃいけないけ腹積もりですよねそのためにはやっぱり緊急事態だからといってもですね少数の人間だけで決めるんじゃなくて、うん、例えば2人で決めるんじゃなくて2人の知恵より5人の知恵の方が必ずやっぱり上回ってるしこれまでの官邸の危機管理っていうのは総理官房長官杉田さんという官房副長官主にこの3人が中心でやってたわけですから。うん それを外すその二人を外すっていうのが一体何の意味があるのかさっぱりわからないですね,ですねはい、えー、木曜日の深読みジャパンコメンテーターは政治アナリストの伊藤敦夫さんでした来週もよろしくお願い,いします、はい、ありがとうございました